はい、皆さんどうも、おやそでございます。今回ご紹介するアイテムはこちらです。はい、今回ご紹介するのはですね、ルーボンから販売されましたワイドデニムパンツでございます。ちょっと個人的に気になっていたアイテムでしたので、今回購入させていただきました。初めてのブランドなんですけれども、しっかりレビューしていきたいなと思います。こちらのチャンネルではですね、主にインフルエンサーさんがディレクションするブランドのアイテムをレビューして、そのアイテムを使ったコーディネートをご紹介させていただいております。気になる動画がありましたら、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、改めまして、今回ご紹介するのはですね、ルーボンから販売されましたリラックスワイドデニムパンツでございます。価格がですね、4950円で、サイズが S から L の3サイズで、カラー展開がですね、サックスブルーとインディゴブルーの2色展開となっておりまして、で、僕が今回購入したのがですね、サックスブルーの L サイズを今回購入させていただきました。今回ルーボンのアイテムを取り扱うのは初めてということなので、ちょっと軽くルーボンについてお話ししていきたいなと思います。まずこちらのブランドはですね、インフルエンサーであるホープさんがディレクションしているブランドになっております。で、始動したのがおそらく数ヶ月前なので、かなり若いブランドなんですね。で、ホープさん自身が発信しているのが、低身長の方に向けたシンプルなコーディネートだったり、カップルコーディネートを主に発信されています。なので、展開されるアイテムとしてはホープさんらしい汎用性の高いアイテムが多いです。で、こちらのブランドのブランドコンセプトは、素朴で飽きのこないデザインと体型問わず着やすいシルエットを追求、日常にさりげない幸せをもたらすユニセックスブランドとなっております。気になる方はですね、ホープさんのインスタのアカウントを概要欄に載せておきますので、チェックしてみてください。さて、それではですね、まずこちらのアイテムのサイズ感から見ていきたいなと思います。181cm、65kg の僕が L サイズを履きますと、こんな感じになります。はい、181cm の僕で、裾が少し溜まるぐらいのサイズ感になりました。感覚としては少し大きめの L サイズといった感想です。ですので、175cm ぐらいの方は M サイズでも十分履けるのではないかと思います。実際に履いてみた感想なんですけれども、かなり落ち感のあるパンツという印象を受けました。で、シルエットもですね、名前にワイドパンツと書かれているんですけれども、ザ・ワイドっていうほどワイドではないのかなと思います。まあ、かといってストレートっていうわけでもないので、まあ、ストレートとワイドの中間を取ったシルエットになっているかと思います。で、このシルエットがですね、結構絶妙なバランスになっていると僕は思いまして、パンツはですね、ワイドすぎると短足に見えてしまいますし、かといって細すぎると今トレンドアウトしているスキニーパンツのようになってしまいます。なので、こちらのパンツはですね、まあ、足のシルエットをうまく隠しながらも短足に見えない絶妙なシルエットになっているのではないかと思います。続いて色味なんですけど、まあ、サックスブルーってことでかなり明るめの青になっていますよね。まあ、こういうアニメの部分部分でちょっと濃いめの青が入っている結構カジュアルな色味になってます。で、こちらのアイテムのディテールなんですけれども、タックが2つ入っているのがポイントですね。まあ、タックっていうのはだいたい1個から3つまで入ってるんですけど、1個から3個までだいたい入ってるんですけど、まあ、多いほど綺麗めになると言われています。なので、こちらのアイテムは2タック入っているので、カジュアルに着こなすよりも綺麗めのアイテムと組み合わせていい感じの中和感を出すことを目的に作られたパンツなのではないかと思います。はい、ではちょっと簡単ではありますけど、ちょっとレビューさせていただきました。ではですね、ちょっとこちらのアイテムを使ったコーディネートを次はご紹介させていただきたいなと思います。それではどうぞ。
それでは今回は3つのコーディネートをご紹介させていただきました。1つずつ説明していきたいなと思います。まず1個目のコーディネートですね。1個目はですね、白のカットソーを使ったシンプルコーディネートにさせていただきました。ザ・シンプルということで結構春っぽいコーディネートになっているかと思います。色合わせとしてはパンツの青が明るい青ですので、白のトップスと相性がいいかと思います。アクセントとしてシルバーアクセだったり赤のソックスを今回は取り入れてみました。かなりシンプルなコーディネートになっているので、アクセサリーだったりソックスだったり細かい部分で差別化を入れると面白いと思います。で、2つ目がですね、逆に黒のトップスを使ったコーディネートでございます。でこちらの場合はですね、タックインをして少し工夫を入れてみました。先ほどのコーディネートと比べますと、色のトーンを落とすことでよりクールな印象になっているかと思います。で、3個目がデニムのジャケットと合わせてみました。としてはかなりカジュアルになりそうだったので、アンダーをですね、ストライプのシャツで、でシューズを革靴にしてみました。ただなんとなくですけど、ちょっとアンバランス感があると思いまして、無理に切れ目を残さず、これはカジュアルに寄せても良かったような気がしてます。そうですね、こちらはちょっとあまり参考にしなくてもいいかもしれないですね。ちょっと失敗例として見ていただけると嬉しいです。はい、それではですね、今回はルーボンのワイドデニムパンツをご紹介させていただきました。参考になっていたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。